野口商品商造、野口商品大賞6年2月17日は、明治期から大正期に活躍した、南画家、日本画家、奥原聖子と共に、明治の女流南画家の総壁と言われた、名は親子、字は声援。同じく南画家の野口章るは娘、青緑春山聖院山水図剣本着色、小月美術館像、明治30年美人図公開4年。 徳島出身の高遺法、松村春太の長女として、大阪南波に生まれる、幕末期にあたる、幼少時から、死、書、画に親しみ才能を示す。両親は商品を画業につかせるため、安政元年、8歳の時に市場派の石垣東山に入門させた。文久2年、16歳で画の修行のため、父と北陸を数ヶ月にわたり準優。この時、 福井藩の絵師島田雪ヶ谷から、かの手ほどきを受けている。この、北陸の旅の閉じ、父の春大が隠し、残された母を養うために、慶応元年に、大見八万へ有歴修理隠している。慶応三年には、京都へ移り、関西南画壇の重鎮である、ひね大山に支持し、四年の間に、山水が、花鳥画を学んだ。また大山を通じて、草壁明確、 岩屋や六、6三州、川田王公、実業家で、千茶高塚の奥蘭伝など多くの文人と知域となる。この頃から商品を名乗っている。この頃、関西浮世絵などにも啓発を受けている。画の修行の傍らで、小林宅裁について、計画を収めた。明治4年に上京、高事町に住んで画業を本格化。美人画や文人の肖像画などの人物画を多く手掛けている。 明治6年、皇后御神殿に、書き図発展を手掛けている。画業の傍らで、岡本鉱石に自文を学んでいる。1875年には、甲府で商品の肖像写真が撮影されており、これは、明治初期の山梨県における写真撮影の事例としても知られる。明治10年、31歳で、野口正明と結婚、翌年に、娘の翔香織が生まれる。 正明も大山の門弟であった。野口家は、いわゆる大見商人の家柄で、滋賀県加茂郡桜川村に本家を置く酒造業、十一、八尾営み、甲府柳町に、一点に、営業所と醸造工場があった。岐阜の野口正忠は、自身も、漢詩を読む、文化人で、大木家当主と同じく著名な文人たちと交流し、伊藤長州、与田学会、杉長右八土金山、 一川徳安、小野古山、谷尼、江間甘江、富岡鉄斎、谷口愛さん、多喜家庭、田野村直入、河村右国、村田広国など、東大一流の文人との交流が生まれた。商品は、明治8年から、野口家とも、信仰のあった、甲府横金寿長の商家である、大木家に滞在しており、明治11年には、一家で、甲府へ移っている。甲府では、 機関で知られるおたけ小選挙も描いた作品などを制作しており、商標図案や贈答物の絵付けなどを手掛け野口家の商売にも携わっている。こうした縁で、大木家の美術コレクションである大木家資料には数多くの商品作品が含まれている。夫の正明は新しい事業としてビール醸造に着手していた事業に失敗して廃着となり、明治15年には 一家で、再び上京をする。商品の画祭は、日本画の復興運動に際して注目され、数々の博覧会や共振会で入賞し、関東南画を代表する画家と評されるようになる。明治17年、東北地方を巡遊。明治17年、上州有歴。栄章交代号に作品を献上し、皇室や三宅など御用達の作品を多く手がけた。 明治32年に家族女学校が学、食卓教授を務め、明治35年には、高級王妃政子内親王や聖久氏王妃、帽子内親王の御用係を拝命する。明治37年4月16日には、女性初の提出義原因を拝命し、翌年には小八くらいに除せられた。明治40年、文天審査員に選ばれる。大正期には、山水が多く手がけ、 大正天皇即位に際しては、三河由紀地方の風俗化屏風政策を、宮内庁から加盟。大正4年には、竹内聖法の月伝屏風と対になる五体天縮画屏風、雪戸の屏風を献上する。大正6年2月、71歳で死去。門弟に、下平家集など、幼少時から玉山と合志作品も残しているが、いずれも、 本格的な学習であったかは疑問視されている。商品は後に、甲府商家野口家に嫁ぎ、野口家は多くの文人画家を庇護した甲府商家大木家とも、親しく、商品自身も後に、大木家に滞在し作品を残している。甲府城家横金受長在住の難画家、畜村山陽の門人には、商品の兄弟子にあたる中丸誠十郎や、サエ雲サなど、江戸後期から、 明治初期の山梨県画団の中心的人物がおり、彼らは市の山陽を通じて大山都人になったという。こうした人脈から公衆画家と大山には縁があり、大木コレクションには商品や聖十郎、雲大、大山、山陽らの作品が体系的に残されている。1893年、シカゴ万国博覧会法上。1892年と95年。 第3回、第4回内国官業博覧会でともに、病議に当場1882年、内国絵画共振会、山水図、経画図、法上。1884年、同会にて、山水図、書き図が法上。1896年、日本絵画協会共振会同賞。1898年、日本美術協会特別賞状。1901年、同会、 秋草津金牌受賞。漢方第6236号。明治37年4月18日。世田谷区立共同資料館編集。発行。平成24年度特別展幕末維新近代。世田谷の夜明け2012年11月3日。P24. 下関市立美術館編集。発行。下関市立美術館企画展図録日本絵画。20世紀の。 早々日清、日露戦争の時代2004年11月11日、第76図、書籍展覧会図録雑誌記事、ありがとうございます。